はい、どうも、毎度おなじみゆうご .tv。 本日は人生に役立つ情報を配信していきまーす。11月から始まった秋の夜中に読みたいおすすめの本、目次読み、そちらの方もぜひチェックしていただけたら嬉しいです。はい、それでは本日は人生に役立つ情報、お題は褒められる側より褒める側の方がいい5つの理由、こちらを読んでいきます。教えることはできませんが、共に学んでいきましょう。 by 吉田松陰先生。はい、褒めると褒められるのどちらがいいですか？ほとんどの人が褒められる方を選ぶでしょう。褒められると気分がいいです。褒めるのは疲れるばかりではないかと思います。でも本当は褒める側になる方がはるかに得です。褒める側には5つのメリットがあるからです。メリット1、観察力を鍛えるチャンスになる。褒めるためには相手のことをよく見ていいところを探さなければなりません。大変ではありますが、自分の観察力を鍛えるチャンスになります。メリット2、成長しやすい。相手のいいところを見つけたとき、真似ができるところはどんどん真似していきましょう。せっかく素晴らしい点に気づいたのですから、自分に取り入れるチャンスです。いろいろな人から素晴らしい点を取り入れた分だけ自分が魅力的になります。メリット3、相手と仲良くなれる。褒めるとは積極的に人間関係を向上させる方法です。相手は喜んでくれるため人間関係が良くなります。メリット4、自分の印象も良くなる。人を褒めると相手にとって印象が良くなると同時に自分の印象も良くなります。褒める人には前向きで明るくポジティブなイメージができます。メリット5、逆に褒められるようになる。人を褒めるには鋭い観察力が必要です。つまり人を褒めるとは自分の観察力をアピールする機会にもなります。うわ、この人はよく見ているな、すごいな、素敵だなと感心され、あなたに魅力を感じるようになります。結果として逆に褒められるようになるのです。今日の格言、褒められる側より褒める側になる。なるへそいん。まあでもやっぱ褒められたいですよね。うん、確かに褒められたい、褒めたい、褒められるよりも褒めたい。褒められたい、褒められるやっぱ嬉しいですもんね、何でも。褒められて嫌な気分になれる人はいないと思う。ありがとうと褒められるのは誰も嫌な気持ち、誰も傷つかない、お互いにハッピーになれる魔法の言葉みたいな感じなんでしょうか。はい、自分もなんか相手がいい、ちょっとでもいいなっていうのを気づいたら褒めるように、観察力、洞察力、そして一言言ってあげる優しさ身につけられるように、ちょっと意識してみたいなと思います。はい、本日も勉強になりました。本日もご覧いただきましてありがとうございます。ぜひチャンネル登録とよろしくお願いいたします。それでは本日もこの辺でドロン。